女装家のミッツ・マングローブ45が8日、自身のインスタグラムで自宅療養の終了を報告した。また、1ヶ月にもよる自主隔離に対して称賛されている。ミッツは自宅療養について、幸い、症状や体温が PCR 検査を受ける基準に至らなかったことから、依然として、これがウイルスによるものだったのか否かはわからないものの、私が選択した1ヶ月の自主隔離には、諸症状の悪化を防ぐための療養であると同時に、自分をコロナ陽性だと仮定した上で、誰かに感染させる可能性を、限りなくゼロに近づけるための万全策という目的がありましたと説明。この1ヶ月間、お忙しい合間を縫って、毎日のように、体温や体調のチェックをしてくださった主治医の先生、そして、私をコロナ感染者と想定し診察してくださった感染症内科の先生方の慎重な経過観察により、症状はほぼ改善され、悪化の兆候もない発症から4週間が経過している病院診察のために唯一外出した日から10日以上経過しているこれらの状況を総合的に鑑みて、現時点で私がコロナウイルスを他者に感染させるリスクは極めて低いとのご判断をいただきましたと、医師の診断内容と自身の回復状況に触れた。また、今後も私が感染するリスクは十分に存在します。そして、感染すれば感染させるリスクも再び生じる。日々変化する社会状況や国の基準に応じた注意と警戒をしつつ、自分と自分を取り巻く個人、コミュニティ、業界を通して、できる限りの経済活動を引き続き行っていければと思っている次第ですとした。この投稿を受け、ネットでは、様々な声が上がっている。本当に不安だったかと思いますが、ミッツさんの選択により、多くの命が救われたのかもしれません。自分や周りの大切な人を守る自粛、本当に大切なことだと思います。落ち着いてよかったです。正しい選択と行動だと思いました。と、ミッツを称賛する声があった。皆さん今回の記事はどのように感じましたか？皆さんの意見や感想をコメント欄に記載して、みんなで意見交換しましょう。